今度こそいけるんちゃうか。いけるんちゃうか。きたー。できたー。できたー。寒いです。やっぱり寒いです。はい、寒いです。皆さん、こんばんは。ワイの部屋着です。ワイの部屋着のこんのすけパーカーでござる。寒い。日中はあんなにあったかいのに寒いですね。豆まきですね。豆まきですね。はい、まだちょっと。節分自体は明日なんですけどね。なんか2月にっていう語呂がいいので、2月2日が節分かななんて感覚もしちゃいますけども。ぼちぼち、今ツイッターでつぶやいたので、人が集まりつつありますね。せっかくなので。せっかくなのでね。こんばんは。なんかこのポーズヒカキンっぽいな。ハロー YouTube、ブンブン。ハロー YouTube、ブンブン。ブンブン。ハロー仏間の人。ブンブン。へい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 。いらっしゃいませ。BGM 何にもないのもちょっと寂しいんだけどね。なんか和な曲かけますか？和な曲。和な曲ありますかね？和風インスト。いろんな曲がありそうですけど。とりあえずかけますか。心安らぐ
和風曲メドレー、和風曲メドレー。はい。はーい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ちょっと BGM ちっちゃいかも。でかい？はい。これかけてるとみんなのチャットを見ることができない。はい。コスプレするよ。こんのすけだよ。刀剣乱舞じゃないです、今日は。はい。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。鬼退治するよ。はい。もうね。もうね。私服ですよ。もう、島村は私服ですよ。私服じゃないや。部屋着ですよ。はい。いらっしゃいませ。はい。ゆうさんのコスプレが見れるのはかなり嬉しい。あ、本当？本当ですか？去年の、自己紹介します。おはようからお休みまで、あなたの推しでありたい。仏間の一言、諸仙千尋です。チーズ。知らない人も、とりあえずついてきてください。大丈夫です。はい。仏間で、自宅の仏間で撮影してるんですね。はい。まあ、刀剣乱舞のコスプレとか、コスプレ踊ってみた。をかれこれもうすぐ5年目になるんですけれども、やってまして、まあそれで着いた通り名が仏間の人という感じで、まあおはようからお休みまでね、みんなの推しでいられたら幸せだなと思って、某ね、花王さんからちょっとネーミングをちょっと拝借して使わせていただいております。で、チーズなんですけど、チーズ、私チーズが大好きなんですね。あれです、食べるチーズですからね、食べるチーズが大好きで、それをこう分かりやすくやっていく、これですね、チーズ。はい、チーズをイラストに描いた時のをやるっていう、ただのこうじゃなくて、チーズじゃなくて、それにちゃんと形をね、チーズの三角の形を、まるで 6P チーズのような感じの、はい、わかる人にしかわからないってやつですね。はい。とりあえずついてきてください。はい。です。サムネとは違いすぎて千尋さんと思わなかった。 なんつうのかな、顔の作りはすごく合うみたいで、結構、作りやすい感じはありました。私の中では、これ先入観になっちゃうからあれなんですけど、白いお送りからだなっていう感じです。もともと私の目がちょっとこう、垂れ目なので、義勇さんってちょっと気持ち釣り目なので、これもやっぱテーピングするんですよ。フィッつって。ちょっとテーピングします。って。で、釣り目にすると、もう私の中でお送りからをダントツでやってるので、だからどうしても顔の雰囲気がお送りからになっちゃう病なんですね。はい。なので、まあ、どこまでちょっといろんな、もろもろがね、邪魔してくるか分かりませんけれども、とりあえずやってみます。はい。やってみよう。はい。もう5年ですよ、かれこれ、もうね。ねえ、本当に、もう、大変。はい。ナムム、本当仏間の人なんでね。はい、じゃあ、早速、行きたいと思います。まずはですね、ビッグネットをして、カラコンをして、整えていくんですけれども、今、すっぴんですね。全くもって、すっぴんでございます。はい、今日も絶好調です。すっぴんですね。はい、まず取り出しましたるは、ウィッグネットでございます。ドドン。普通のウィッグネットです。ウィッグ買ったらなんかついてきちゃったっていう感じのウィッグネットですね。はい。で、カラコンなんですけど、カラコンは私、これを使ってます、義勇さん。義勇さんって目が死んでると私は思っていて、目がなんかあんまり目に光がないような感じなので、目に光が入らないタイプのカラコンを買いました。こちらでございます。見えるかな？メーカー。あ、来た。はい、メーカーさんがですね、トロンプルイユです。はい、4枚しか入ってないです。1、2、3、4枚しか入ってなくて、1000円です。よいしょ、1000円です。ドンキでも売ってます。はい、4枚しか入ってなくて1000円っていう、非常にコスパのいいカラコンですね。で、これは分かりやすく、もう黒縁があって、中に色が入ってるっていう、もうワントーンのカラコンなんですよ。
だから結構パキッとはっきりとした感じで発色するんですが、グラデーションが全くかかってないので、結構瞳の光が入らない、さっき言ったじゃないですか。だから純粋に目が死ぬんですよ 言い方を変えれば。あと表情を作ると結構目力というか、目のその生き生きしたキラキラキラって感じが出ないので、男役とかにはおすすめです。まあ、あと色もありますかね。コイルだと余計光が入りづらいので、ちょっと目が落ち着く感じがあるので、私はこれ、富岡さんにはね、ぜひ目をちょっと、っていう、死んだ魚のような目になるように、ちょっと頑張りたいなと思いまして、これにしました。で、これがですね、ブルー系もたくさんあるんですけど、私が使ってるの、バイオレットの203ってやつです。バイオレット。紫じゃんって思うじゃないですか。ところがどっこい。確かに見ると紫っぽいんですけど、瞳につけると青っぽくなるんですよ。この紫不思議で。なんで、これをまずつけていきます。トロンプルイユの、VIO、まあ、つまりバイオレットですね。バイオレットの、203です。じゃつけていきます。まず、つけます。ワンデーですね。この間、初めて富岡さんのコスプレをしたのが、12月の、自分のコスプレパフォーマンスの全国ツアーの最終公演の前日で、今、話題になってる、クラップスパーティーっていうイベントがあった時に、コスプレしていこうっていうんでやったんですけど、その時に、クラップスっていうアプリで、イベントがあると、こう、上位を取ると、アマゾンギフト券がもらえるんですね。で、その貯めたアマゾンギフト券で、コスプレの衣装を買ったんですよ。で、それが、富岡さんを買ったんですよね。富岡さんを買いまして、で、早速、やろうっていうんで、そこに当てたという感じでございます。じゃ、まずカラコンつけます。あー、カラコンつけます。こんな感じ。ちょっと紫っぽいの分かるかな？いきます。綺麗な色なんだけどね。ほら。ああ。紫には見えないんだよね。青なんですよ。驚きの青。反対側入れます。ほんと画像で見ると確かに紫なんだけど、これを入れるとね、なぜかね、ブルーになるっていうね、不思議、青系なんですよ。入れていきまーす。お、どこ行ったかな、この。落ちてきた。おお。入りました。うー、目が。うー。目が。青い。こんな感じですね。ちなみに、ヤマンバギリチョウギくんもこの色にしてますね。まあ、エミドンが 知り合いがチョウギくんこれでやってました。カラコン入れました。青いです。すごい青い。じゃあ次です。ウィッグネットをかぶってテーピングをします。なんか曲がさ、まったりしすぎじゃない？で、
そうで違うやつにやるとなんかちょっと元気よすぎるんでしょうきっと。ほい、かぶります。これメイクしてパーカーとで脱がなきゃいけないからちょっと大変ですね。ほい。ツーブロックのところの毛が生えてきた。コメントは適当に打って大丈夫ですかね？打てない状況の人もいるかもしれないですけど。はい。で、髪の毛をちょっと慣らしていきます。全体的に、私はそんな長くないのであれなんですけど、ちょっと寒いんでまだ着てますね。はい。せい。続きまして、テーピングをします。で、ここと、ここを切ります。はい。わかりやすく言うと、こんな感じです。こっちを釣ってから、こっちを釣ります。はい。よいしょ。テーピング、ああ、ハサミ。こっちの方がなんかゴムがしっかりしてるかも。ちょっとこっちにします。うわ、緩かったゴムが。はい、いらっしゃいませ。こっちの方がなんかゴムがしっかりしてる。せい。押さえてくれてる感がある。この間1月の半ばぐらいに男装系ライブっていうのがあって、練習でカラオケ行ったんですけど、なんだっけ、グレンゲ歌の練習をしたんだけど、全然ライブとは関係ないんだけど、難しかった。グレンゲ。はい。あ、ちょっと眉毛剃る。眉毛剃ります。で、眉毛がね、剃れる、適度に剃れる方には、いつもおすすめしてるのがありまして、電動のシェーバーがあるんですけど、それがですね、結構役に立つ。アタッチメントをつけて、じゃあ、こうやった状態で、こっちに鳴らすんじゃなくて、こっちにやってあげると、きれいに結構取れます。短く整えやすいですね。富岡さん、結構眉毛が細いので、ちょっと取っていきます。ギリギリ。少し前潰したいので、清水の時もやったんですけどね。皮膚が動かないで、しっかり押さえてあげるとより切れますね。よいしょ。反対。少し薄くなった。これは1台あるとすごく便利。電池がない。電池がない。
電池がない。本当は顔を洗う前とかが一番いいかもしれないですね。毛も落ちるので、やっぱり。はい、はい、家族が出かけてまいります。産毛もこれで剃れるのでね、機材あると便利です。ホームセンターに売っております。はい、で、ちょっと払います。ちょっと薄くなったね、薄くなった。はい、ではテーピングでござる。ででん、もうなくなっちゃったんで新しいの買いましたけども、なくなりそうですが、切っていきます。と、釣り目用のところも切るので、どうしよっかな。でも富岡さん結構目も大きめなので、ちょっと、久々にやるんだけども、厚めでやります。清光の時はこれの半分とかでやるんですけど、いい、ほい、鏡を使って、こっちにしようかな。高さが足りないんじゃよ。ここかな。ほい、じゃあ行きます。よいしょ、ういテーピングしないとね、忘れちゃうからね、やり方。おっ、貼ってちょっとこすってあげて。まだ肌何もファンデーションとかつけてないです。下地もつけてないです。下地とかつけちゃうと取れちゃうんで、テーピングなんで私はつけません。ちょっと押さえます。はい、反対。おおお、反対です。ピョンピョン。今日はどんな富岡さんになるかな。ほい、ちょっとここクロスしてた方が落ちづらいので、どっかで聞いたことある曲だな。はい、できました。で、次ですね、ここをちょっとこう上げたいんですよ。富岡のお目目みたいな。ちょっと一回見ていいですか。ほんとね、消えちゃうんですよ。一回見たい、久々に見るから、イラストの絵を。富岡キュー、はい、画像、この目どれがいいかな。あ、これです。私がこの間メイクしたやつ、これですね、これです。このツンツンの頭。はい、こんばんは。無惨様が聞きに来てる。うわ、つらい。無惨様がいる。鬼舞辻無惨様がいる。こんばんは。わお、まあ、これをちょっと参考にこの間はやりました。違うのがいいかな。でもな、あんまり変わらないんだよな、目が。1話の義勇さん目ひんむいてるからね。でもやっぱ釣り目なんですよ。なので
これが一番わかりやすいかな、目の瞳のアップ。あ、これがいいかな。見てください。ドン。わかりやすい。これにしましょう。うん。じゃ、これちょっとスクショします。はい、撮りました。はい。で、絶対無理だね。曲をかけながら無理だわ。はい。まあいいや。とりあえずこの角度を見るので、で、自分のこれと見比べながらですね。相当つってるな。目もちょっとやや大きめなので、みっちゃんと同じようにつってみようかな、ちょっと試しに。はい、じゃ、いってみます。はい、そしたらまた曲かけますね。ここね、集中ポイントです。鏡を見ながら。よいしょ。こんぐらいかな。メイクの力もあるので。はい、ちょっと釣りました。反対。はーい。こんな感じかな。よし、じゃあこんな感じかな。はい、じゃあ行きます。できた。じゃあちょっと議員さんお休みなさい、ここで。テーピングありがとうございました。ふう。抑えます。もう、やや大クリかな感じがするのは私だけか。ほい。じゃあ続きまして、ギユさん結構お肌が白いので、これ使います。へい。こっちですね。よ。ケイトのシークレットスキンメーカーゼロ。これ、いきます。これがですね、白人のお肌にみたいになるっていうことで、ちょっと、知り合いが使ってるのを、めっちゃええやんっつって買ったんですけど、結構白くなります。こことこの肌の色全然変わるんで、いつもこのチャコットのこれ使ってたんですけど、これよりも白くなります。はい。よし。結構ジグロなんですよ。だから白いのをね、やっていくと大変なんだけど。はい、じゃあ塗ります。よいしょ。下地を塗りたいんだけど、今下地がないんですわ。そう、前もなかったんだよね、清水やった時に。すいません。普段化粧しないから。めっちゃ白くね？めっちゃ白いな。そしてこのカバー力すごいわ。行ってきます。全然色が違う。ちょっとびっくりするぐらい色が違う。
面白いな。でも最近こうやっていろんなやつ出てるから。うわ、すーごいっすよ差が。わかりやすいよね。ああ。結構無惨様とかも色が白いので、前使った時鶴丸と同じようなやつを使ったんですけど、結構こういうのでもいけるかもしれない普通に。もううちうるさいな、ほんとうるさいな。犬がねちゃんと番犬してるんですよ。うるせ、わわ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 。本当うるさいな犬が。ほら結構色が違う。トモカさん学ランなんですけど、ちょっと埋めましょうかこの首のとこね。でもツープッシュでここまで伸びるんだよ、すごくない？ロングランも目立つんだよね。そう、そうね。やっぱね、色は黒いキャラとかだと助かるんですけど、色の白いキャラって本当に色ムラがね目立つんですよ。肌の凹凸とかニキビ跡も結構隠しきれないことが多い。そんなことを感じましたね。ずっと吠えてた。うるせえな。おーおーおー。ずっと吠えてるぜ。この辺は髪の毛とかでも隠れちゃうんですけど、一応塗っときますね。眉毛の上もちょっと塗っときます。ちょっとコンシーラーの色、この色は私持ってないので、潰せるなら今のうちに少し潰しておきます。この辺とかまだ残ってるもんね、すごいね。京木くんもこの肌の色綺麗だろうな、きっと。ジグロだとね目立つんだよね。ほら塗りムラが。ちょっと目立つ。ふふふふふふ。この曲どっかで聞いたことあるの？なんだ？あー思い出した、縛り使ったんだ。縛り使ったんじゃ。この先踊ってたわ。ちょっともう気持ち出しますね、ほんのちょびっと。懐かしい、こんな曲だったっけ。出だしすげえ聞いたことあったけど、まあ最後エンディングを聞けばわかる。あー色むら、ちょっとこっちに行きます。でもほぼほぼ
揺れてるね。すごいな。耳の色違うもんね。おい、釣れました。私は指でやっちゃうわけなんですけどね。おい、後ろをはたきます。後ろ、全然色は違う、全然違う。すこっすこっ、ファンデーションってすげえな、化粧ってすげえな。はい、できました。はい、じゃあ次いきます。次はちょっと目のここのシャドウを入れていきたいので、曲が綺麗なところでちょっと目のイラストにします。こちらでございます。ドン。こんなに目死ねるかな。うん、もうこれで見るともっと白く見えるね。ね、白い、余計白い感じがしますけども、ちょっとこの釣り目に合うようにちょっとシャドウを入れていきますね。あれ、シャドウが入ってるあれがないじゃないか、こっちか。はい、じゃあ入れていきたいと思います。ティッティッ、もうすぐ9時もうすぐ9時。はい、じゃあ行きましょう。どん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 。ここになったら、ちっちゃいミラーを使ってちょっとこういう風に描いてちゃう。ちょっとなるべくこの辺で描くので見ててください。色白だからね。いきます。ベージュ系の色をまずのせます。アイホールに。あんまり濃くやっちゃうと目立つのであれなんですけど、釣り目なのにちょっと垂れ目というよりは外側にしていきます。薄い色から塗っていきます。反対も塗りますね。見える？大丈夫？いつもなんかこうなって目で隠しちゃうんですけど、こんぐらいで描くから隠しこれで隠しちゃうんですけど、こんだけになれば見えるかな。大丈夫だと信じる。おっ、おっ、おっ、光の具合でちょっと見え方も変わっちゃうと思うんですけど、大丈夫かな？見えるかな？色白のキャラはアイメイク難しいよね。目の下もやります。
難しい。で、目頭のとこもちょっと塗ります。いやー、ただ鬼滅この2着しかないんだよな。この間、去年禰豆子やったんだよね。鬼禰豆子をやったんだけど、あとあるのが富岡さんだったんで、富岡さんのメイクもいつかやりたいなと思ってた矢先、明日節分じゃんって思ったんでやることにしました。じゃあちょっと濃いのもこっち側入れていきますね。気持ち濃いやつ。気持ち濃くしました。もうちょ、なんかこれで見ると薄く見えるね。どうしても照明で飛んじゃうんだろうな。こんなもんかな。目頭にもちょちょい。んなもんかな。足すことはいつでもできるので。ついね、濃くしたくなるんだけど、取り返すのが大変だから。やらないようにしたい。ぐるぐるキュー。ほい。ちょっと一応こんぐらいにしときます。あんまりやりすぎると取り返しがつかんので。で、もう最大の特徴はもうこの上ですね。綺麗な目。綺麗な目。はい。じゃあ、こいつで描いていきまーす。ケイトのいつもの、あれですね。スーパーシャープライナー EX。漆黒ブラックさんですね。では、いきます。よいしょ。見えるね。いきます。ほんと綺麗なが、こんな感じで一応書きます。反対いきます。なんかもうインクない。
ないかもしれん。なんてこった、なんてこった。いくよ。ひぃ、インクねえや。インクがないとね、綺麗に払いが書けないんじゃ。難しいんじゃ。乾かす乾かす、こう、うん、ちょっとなんか段差になっちゃったな。ああ、で、牛さんの目ってあんまりカクカク、角があんまないんですよね。角があるの唯一ここぐらい。うん。あとなんかこう、綺麗にスーっていう描くイメージですね。うん。乾いたかな？どうしよう。なんかずっと牛さんにこの顔見てるとちょっと辛いわ。すごい冷ややかで。うん。はい。できました。で、黒で囲みたいんですけど、ちょっとまだ、黒でやっちゃうと目立ちすぎちゃうので、ブラウンと、このダブルラインフェイカーを使って下のラインは描いていきます。その手前、ちょっと先に切開ライン描いていきますね。こうなって、結構鋭角だよ。結構鋭角だよ。はい。もうインクがないんだけど、みんなも気をつけてね。インクないやつはね、スッカスカになるから。切開ラインほんとちょびっと入れました。反対？ほんと。あんまり深追いすると、やけどするんで、程よく。はい。振っても出ない。ダブルライフェイカーです。シークレットラインを引くなり。宮岡さんは色が薄いので、ここあんまりはっきり描いちゃうとすげえダサいことがこの間分かったので用心します。結構黒で4分の1ぐらい、ここぐらいまで黒を描くんですけど、もうそうするともうめちゃめちゃ目立つので、ダブルラインフェイカーの重ね塗りで処理をします。あ、よかった、程よい。うん、あんまり濃くない方が富岡さんの場合は綺麗ですね。はい、解決。はい、じゃあ次、ちょっと下のラインですね。茶色、すげえ冷ややかだよ。はい、真っ黒、これ真っ黒じゃん。真っ黒じゃないので描くって言ったやん。これや、こっちです。はい、いきます。これもそろそろインクがない、買わないと。
茶色。このまずちょっと目の下のところから描いていきます。インクぐしぐししたからぐしぐししちゃったよ。振ってもそんなチャカチャカ言わないのに。よいしょよいしょよいしょ。薄く最初は薄く、後から濃くすることはできる。ちょっと薄めにやっときますね。反対。こっちのインクがなぜかいっぱい出る。目が、あ、こっちの方が薄いな。こっちの方が濃くなっちゃった。ちょっとこっち濃くします。よいしょ。すごいな、富岡さん、すごい目にシワが何本かあるんですね。はい、こんばんは。ちょっと今アイラインのちょっと集中ポイントです。そういうとこもちょっと書いときますね。みんな生きてる？大丈夫？今日は極端にコメント少ないけど、生きてる？で、ちょっと目の下のところ、目にシャドウをちょっと入れます。はい、いらっしゃいませ。色が薄いので、ちょっとやや濃いめにします。へい、へいへい、いらっしゃいませ。曲がないからな、静かだろ。そうなんじゃ、静かなんじゃ。さっきまで曲があったんだかな、今めちゃめちゃ静かなんじゃ。んまり色白でメイク濃くすると目立っちゃうんで、程よく。ハイライトもちょっと入れて。で、まだ義勇さん、ちょっと下にね、まだなんかね、面白い線がついてるんですよね。ちょっとその面白い線入れるね。キリュウさん、こんなに目細かいんだね。ちょっと入れますね。ここか。
わかるかなーっていう、もう写真じゃ絶対レタッチで消えるよねーっていうライン。はい、なんか増えてきた。こんばんは、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 いらっしゃいませ。はい。あ、本当にダブルライン大変だよね。でも色白なキャラは本当に薄めに最初引いた方がいいですよ。私もこないだ濃く引いちゃったし失敗したんだわ。これ引きました、これ引きました。もうちょっとでもアイライン濃くてもいいか、アイライン下のライン濃くてもいいかな。リュウさんのちょっと鋭い感じ。ちょっと出したい。へい。はい。な感じかな。あとはまた、ここにラインを引くんですけど、次、眉毛を描いてから、そのラインですね。ちょっとこれで申し訳ないんで説明するんですけども、見えるかな？ここ。このアイラインの上のここ。ここ。描いていきます。ここ描いていきます。はい。ノーズシャドウも入れたいんですが、薄めに。まずは薄めに。やんわり薄く入れます。濃くしちゃうと修正効かなくなっちゃうので、薄めに入れるよ。私の生放送いつもと比べると早かったかな。みんな深夜帯？深夜帯ってまだ深夜じゃないけど、9時、9時だ、まだ早いね。ごめん、そりゃなかなか人も集まらないわけだ。しかも日曜日でね。ちょっと気持ちオレンジ入れよう。しゃっ、はい。 では眉毛を入れます。こういう細いブラシでですね、パレットの普通にもう基本的にもう黒、ほぼ黒に近いやつを入れてこう入れていくんですけど、大体当たり線でまあどのぐらいで入れたいかなっていうのをこう計算していきます。牛さん見て、牛さん見て。 細っ、めっちゃ細いけど結構2.5次元でこの細さって怖いっす。なんで気持ち太くしてもいいかなって私の中では思ってます。ちょっとリアリティのある眉毛を目指していきます。はい、では行きましょう。意外と技術さんメイク早いね。なじませて。でもね、やっぱこの左右対称に眉毛を描くっていうのが結構大変なんですよ。頑張る。はい、いきますよ。細いな、おい。細いな、おい。自分のでも自眉毛も欲しいので、細いな、おい。構ここまで来てる。どうしようかな、この細い眉毛。下書きしたいわ。細すぎるわ。二次元あるある。当たり線描きます。このダブルラインフェイカー優秀です。大体こんな感じかなっていう下書きをしてからの、からのこいつ。おお、やりやすい。
ちょっと意外と細い方がいいのかな。はいはい。細いので言ってみます。すげえ細いけど。でもやっぱり眉毛の太さって大事だもんね。私もうちょっと清水もこんぐらい細いけど、でも私は清水ちょっとやや太めにしちゃうんだよな。こんぐらいで言ってみる？めっちゃ細いけど。でも、義勇さんの目の細さはこれなんだけど、これに対してこの目の大きさがもっと大きいかな。迷う。もうちょい太くしようか。リアリティがないよ。ちょっと細めに描きますね。太くすることはできるので。細っ！あんま私こんなに眉毛細く描かない。ちょっとじゃあ細くしてみようか。細眉の義勇さん。細い！そうするとね、やっぱね、目がね、ちっちゃいんだよ。もっと大きくならんかな。はい、こんばんは。こうなんだよね。ちょっと細めに描いてみますね。試しに。私は太いのが好きなんだけどな、男らしくなるから。やっていきます。下書きをしてます。当たり線ですね。見えるかい？うっすら書いた。あ、細細。で、ブラシでこの上からなぞっていきます。イメージが湧きやすいので、ダブルラインフェイカーは優秀です。で、結構細部まで丁寧に描いていきます。細っ すげえ二次元顔。細い眉って二次元っぽくなるんだね。なるべく私はあんまり二次元しないように描くところもあるからな。好みなんだけどね。細いのって結構むずいん。細いね。すごく細いね。どうだい？多分、初めて、富岡さんやった時よりも細い。こんな細い眉毛久々に描いたわ。学ぶわ。細いね。なんてこった、細い。こんぐらいだよな。こんぐらいな気がする。そして綺麗に描けた気がする。いかがだろうか。おお、細い。おお、こんな細い眉久々に描いた。現実味のない二次元の眉。お分かりいただけただろうか。細いですね。で、そこまで来ましたら、
まあちょっとシャドウとかもまたちょっと仕上げていくんですが、その次に描くのが、わかるかな？瞳のこうあったとこの、ま、アイラインと眉毛の間のこれ。これ描きます。描きます。結構目綺麗だよな、富岡さん。こう見ると、シワが丁寧ですね。目開けた状態で描いていきます。インクがないんじゃ、もう。こないだ買ったばっかりじゃろう、これ。私。うっすら。かけた。あまり濃くしない。あまり濃くしない。描きましたら、ちょっとシャドウをですね、ちょっと微調整していきます。ノーズシャドウとか、細かいとこですね。ラインが全部入ったので、それをベースにちょっとシャドウを仕上げていきます。はい、メイク久々にした。 ほんとメイクしないんだな、毎日な。ハイライト、ハイライト。にしても暖房つけない部屋は寒いな。北側だからな、うちの仏間は。寒いんじゃ。ハイライトじゃ。ハイライトじゃ。美岡さんは意外と目が大きいんじゃ。ほい。出来上がってきてますぞ。いらっしゃいませ。そう、私今日生放送を始めたのめちゃめちゃ時間帯的に早かった。そう。思いのほか早いことに自分で今気づいた。もうちょっと入れるか。角度、いろんな角度から見ると変な違和感が出る色の濃さだな、これ。違和感がないように濃淡がグラデーションかかるように工夫。ほい、だいぶできてきました。ちょっと細めにしてありますけれども、細い。まあ大クリカラと違うところは、今のところ眉毛の細さ。 大クリカラもうちょっと太く描いてる。髪の毛真っ黒なので、もうちょっと濃くしますね。どうもなんか茶色に見える。ちょっと色を重ねます。茶色に見えるんだよな。濃くなってきた？どうや、ちょっと濃くなったかな。ほい。あとちょっと、マスカラを塗ります。マスカラ、クリンクリンしないようにいきますね。そう、初めて今ちょっとなるべくイラストに近く眉毛を取ってみました。
なるべく2.5次元で考えると、もうちょっと眉毛濃くてもいいかなとか太くてもいいかなと思って、初めてコスプレした時はちょっと濃いめに、そして太めに描いたんですけど、思いのほか細くてもいけるかもしれないです。キャラ絵には近いかなっていう感じですね。目が乾くんじゃ。おい。ちょっとパッチリした感じがする。そうすると下のラインがちょっと気になるな。もうちょっと綺麗に描こうか。ほい。ほっ、ほーっつって。ほい。できましたが寒い。できましたが寒い。はい、こんな感じですね。もうちょっと目が、私の目が大きくなればいいんですけどね。はい、こんな感じでございます。細い。細い。はい、これでウィッグをかぶっていきます。はい、で、ちょっと、お衣装を着て、毎回聞いてんですけど、先にウィッグかぶった方がいいですか？この状態で。まあ、今、パーカー着てますけど、もうそれとも、もうここから姿を消して、義勇さんになって出てきた方がいいですか？どっちがいいですか？どっちがいいですか？絶対義勇さんのこのパーカーおかしくなるよ。どっちがいいかな？絶対これで義勇さんやったら絶対違和感だからね。義勇さんで出てこようか。でも少なくともやっぱり眉毛が細いからか、初めてコスプレした時よりは義勇さん味が、衣装込み。じゃあこっから私は姿を消すね。はい、ご歓談くださいって感じになっちゃいますけど、じゃちょっと曲かけますね。セットしなきゃいけないんだ。ウィッグのセットは後でここに来てからでいいかな。それとも全て出来上がった状態がいいかな。よいしょ。よし、ちょっとメイク道具を片す。せい。キユーさんに出てきてほしい。いやもう、ここまでね、もう役者の舞台裏はここまでだな。片付けじゃ。寒い。こんのすけです。お袖の肉球、こんのすけでござる。よし、意外と早かった。衣装ですね。ちょっと BGM を気に。あります。ちょっと上着がチラ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 ヨレッとしてるんですけど、これと寒い。ちょっと着てきますね。しばらくご歓談を。まあそこで着替えるから。はい。
足がしびれました。足がしびれました。おう。うわー、寒っ。うわ、脱ぎたくない。脱ぎたくない。寒すぎるだろう。寒いと感じる途端におトイレに行きたくなるのはなぜだろう。寒いよ。寒い。なんかやっぱこの曲どっか聞いたことあるんだよな。なんかやっぱ絶対芝居の BGM で使ってるんだな、きっとな。寒い。寒い。うわ、冷たい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 。みんなに質問なんですけど、学生の頃に学生服着たと思うんですけど、学生さんは現役でも着てると思うんですけど、朝起きて学ランとかセーラー服とかブレザーとか袖通した時に冷たくてびっくりした時ってありません？めちゃめちゃ冷たくない？まさに私は今それをすごい感じたんだけど、大栗からの学ランってそんなに冷たくないんですけど、なんだろう、素材なのかな。めちゃめちゃそれをね、今感じ思い出してしまった。あ、でもこの曲と鬼滅合うな。ね、ちょっとみんなのコメント今見れてないんだけどさ、とりあえず体服は着たよ。体服は着たよ。はい、ちょっと上着だけ着るね。そうすればちょっとあと一個かぶるんですけど、ちょっとね袖が長いんだよね。これももう外して、ていあーで、これだとウィッグをかぶるわけなんですけども、よいしょ、寒っ、ありますね。ちょっとじゃあウィッグかぶります。よいしょ。じゃあ隣で、これがギユさんのウィッグじゃん。もう顔が見えないっていう。キャラクターのイメージを損なわないために。はい、じゃあギユさん作りまーす。はい。あー、でもやっぱ初めてやった時よりは整った感じがする。自分が分かってきた気がする。はい、じゃあかぶります。せーの。隣でウィッグをかぶっている。うわ、ちょっとここの衣装邪魔だな。うん、これどっから来たけど、よいしょ、なんか変なとこから毛が出てきてんな。ちょっと待ってね。バンズで私の一個はつけてるんですけど、ポニーテールのところをこれでちょっと固結びします。あ、すいません、ちょっと今
もう義勇さんになろうとしてます。はい、なんでちょっと今お姿がなく申し訳ないんですが、ちょっとお待ちくださいね。今髪の毛をちょっと整えておりますんで、まとめます。ほっ、全然髪の毛がツンツンしてないんだけどで、バンズですね、こんな感じです。結構もうすでに外はねしてるものになるので、これもこのままでも使えます。で、つけます。うん、で、ちょっと今前髪とかを整えたいところ。うん、どうしよう髪型がヘロヘロしてます。ちょっと整えてもいいですか。今とりあえずかぶったんですけど、整える必要があるんで。うん、そう、今めっちゃぺっちゃんこやねん。よいしょ、失礼するよ、よいしょ。みんなのコメント全然入れてないけど、うん、うん、大丈夫かい。よいしょ、ちょっとタブレット借りてどん富岡さんの顔、富岡さんの髪型。はいはい、すごい通知がべらぼうに。はい、じゃこの髪型ですね。顔は近いな、顔は近いなっつって、顔は近いけど今全然髪の毛が全然違うね。うん、直しまーす。ドン、ワイは面長だからな、できればこの面長を隠したいんじゃ。髪の毛切った方がいいんだけどな。このモコッとした髪型特徴的。あー、前髪切りたい。よいしょ、前髪が切りたいでござる。今髪の毛を整えております。やや長め。よいしょ、
離れてくれ。ね、誰もいないの大丈夫？ 生放送ですけど大丈夫？生放送だけど大丈夫？ただただ襖を映しているだけなんだが、ちょっと気持ち前髪切りたーい。前髪切りたーい。ちょっとこのモフッとしたやつを再現します。衣装が邪魔じゃ。うう。よいしょ。お、なってきたぞ。面長を隠す毛の長さの富岡さんが出てきたぞ。ちょっとでもこの前髪切りたいね。跳ねる向きが逆になっちゃったんだけど、こう。難しいね。面長隠したいの。こんなもんかな。うん。こんな感じです。できてきました。あとでちょっと前髪切ります。ワックスが。みんなそろそろいいかい？そっち行っても。そっち行ってもいいかい？多分。じゃあ、コメントがあったら帰りますね。放送事故だよ。画面に誰も映ってないってどういうことだ？いいですか？大丈夫かな？もうほんと襖のオンステージですよ。ちょっと前髪を切りたい。前髪を切らしてくれ。ででん。良いかの？じゃあ BGM 復活だな。もうちょっと髪の毛な。あっち行ってこっち行ってくんねえかなって感じなんですけど。いいですよ。はーい。じゃあ、間もなく。もう寒くて手がかじかんできたわい。ほい。じゃあちょっと手がめっちゃ。じゃあ、BGM 復活。ああ、おしぼりで。
いて富岡さん手おしぼりで服の巻き。ちょっと一回姿見で出てきてもいいですか。全体確認をしてきていいですか。何かエラーがあったら困るので、エラーがあったら困る。はいね、ちょっと襖オンステージのところ大変申し訳ないんですけれども、少々お待ちくださいね。すぐ戻りますんで。できました。多分大丈夫やっぱ顔の印象はだいぶ眉毛で変わりますね。驚いた驚いた、こいつ驚いたぜ。ちょっとね、燃え袖なんですよね今。これを引っ張るやつが今どっか行っちゃって、ちょっとこのシャツに忍ばせるわ。ほい、気持ちシャツに忍ばせ攻撃。はい、ではよろしいですかね。ヘアゴムがついてる、これはあかん、取ります。ピッ、では皆の衆、もうできちゃった。寒い。では行きます。3 3つって6だよ。3、2、1。こんな感じでござる。龍さんの前髪がちょっと長いんじゃ、ツンツンさせるのちょっと時間がかかってしまった。できました、富岡牛のコスプレ完成です。できた。ちょっとね、この前髪切りたい。ちょっと長いよね。ちょっと長いんじゃ。うん、できた。うん、ツンツンさせるのちょっと時間がかかってしまった。もうちょっとファンデーション、こっちもうちょっと塗ってもよかったですね。うん、でも眉毛がやっぱちょっと細い方がぽい。うん、ここはね、ちょっと短くてもいいかな。でもまあ、面長を描くにはこんぐらいだと助かるこんぐらいだと助かる。こっちの毛がすげえ遊んでるんだよな。うん、でもここで多分前髪切ったら失敗しそうだから、今切るのをやめとくね。できましたぞ。意外と袖が長かった。うん、できた。うん、知ってるって人もいる。どっかでこの顔見たことある。釣り目にすると大体大栗からに見えちゃうっていう。もうね、しょうがない。イエイ、ありがとうございます。もう手の色がやっぱちょっと違うもんね。もう、うん、
そう、みんな、あれ、誰もいない、誰もいない、義勇さんどこにいるのっていう感じだった。そう、はい、できました。うん、眉毛の細さは義勇さんちょっと細くしたんですよね。うん、この毛束感ね、毛束感。うん、でもまあ今んとこまだ鬼滅は義勇さんとねずこちゃんしかでやったことないんですけど、やっぱ刀剣と比べたら楽ですとても楽ちんです。うん、急に音がこもったけど、今日髪の毛もバンズなんでつけやすいんですが、あとこれをちょっとケバケバケバってさせればもうちょっと雰囲気良くなるかなっていう感じがします。はい、できました。うん、燃えするなんじゃ、若干の燃えするなんじゃ、むむ、うん、それはよかった。結構みんなテスト忙しそうだな、学生さんは。このツン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 、まあ、無事できたからよかった。あとでちょっとこの前髪切ろ長うーん、長いですね。ちょっと切りたいと思います。はい、ほら色が違うもん。全然曲が終わった。はい、しっとりしてる。うん、10時です。はい、あー、私立のね、試験ね、終わった人は終わったんだね。入試が無事終わったのか。そうか、よく頑張ったな。高校に行っても頑張れよ。それかもしくはこれから中学生だったら、中学生だな、私立の中学だったら。うん？今日カラオケ行って千尋さんこれ歌ってたなぁと歌ってきたら、まさかのメイク生放送やっててびっくり。そういう時もありますね。うん、久々にメイク放送でしたね。うん、そう、こうやっても隠すと、もうね、これ、もう中毒、中毒。中毒だよ。マッキー。もうこうやるとほら、大栗から病だから。大栗から病だから。少し角度を変えれば変わるかな。ラインをやっぱ、どうしてもね、釣り目が一緒だからな、しょうがねえんじゃん。そう、高校生になる予定ですごめんな、間違えた。またうちの犬が吠えてる。うん、はい、できた。うん、そうだね、もうちょっと鋭いかな。でも富岡さんはもっとなんかもう目がこう切って開けない感じ、目が座ってるっていうか。
送りからもこういうとこあると思うけど。ちょっと眠そうみたいな。眠そうな顔を作ると、富岡さんなりそうな感じがする。私の中でね。まあね、和のキャラはやっぱ似合うね。キャバキャバキャバ。大悟も流行ってるよね。写真家ね。何がいいんだろう。大悟人格もな、コスプレし、やってみたいなって思うんですけど、何がいいんだろうっていう、今のコメントだと、写真家？何がいいんだろうね。無表情は無表情。ただ、顔つきが多少違うかなっていう感じはしてるけど、まあ共通点はまあほぼ無表情かな。頭のこのモコってしたのね。まあこう春先はな、いろいろそういうなんか入試とか内定がなんとかってなるとちょっと不安定になるよな。まあ生活の環境も変わるから、これからだ。こっちの方がっぽいのかな。でもこっちも一緒なんだよな。こっち、微妙にね、顔の見せ方によって違うかもしれないから、今ちょっと見てるんだが、どっちがいいんだか。前髪がいいな、今長いから。だけどな。よし、なんとか無事できたから、今日はこれでおしまいじゃ。明日も平日だからな。あー、品津川ね。やるんだったら兄ちゃんの方かな。弟のあの髪型もすごいけどね。まあ生活の環境が変わるっていうのはそういうもんだな。まあ頑張ってタイミングがいい時に見れるようにするといいよ。やっぱ急にね、4月になってから状況が変わって、いつもあったものがなくなったりとか、なくしたくないけど、急になんか疎遠になっちゃったりとか、そういうこともあるから。動画が好きでね、見てほしいなっていうのはこともあるんだが。義勇さんとくまモン。くまモン。よかったら、まあ一応動画残しとくので、もし義勇さんのコスプレメイクをすることがあれば、目元なんかなんか、
参考にしてもらえればなと思います。あー、こっちの方がぽいかな、角度的に。はい、うん、もう終わりましたメイクは終わってしまいました。皆さんこんばんは。はい、まあそれを狙ってこのこれなんですけどね。本日は生放送ちょっとね早めにやりました。はい、明日はみんな平日だろ、仕事だ、仕事だろ、仕事じゃない人もいるかもしれないが、とまあ早めにやっておしまいじゃ、うん、休みの人もいるだろうが私は仕事だ、早めに寝るんだぞ、新人研修だ。まあいろいろあるよな、まあね、高校に行く人もいるだろうし、仕事の人もいるだろうし、新人研修の人もいるだろうし、うん、では今日はこれにて終了だ。気になる方はタイムシフトからメイクの工程を見てみてくれ。明日は節分だな。うん。魔を滅すると書いて、豆らしいぞ。豆をまいて、鬼を、うん、退治するらしい。まあ、退治というか、滅する。だって、いうふうに書いてあった。豆まきのね。豆まきの語源はそうらしいよ。うん、節分で調べたら、そうやって書いてあった。ああ。まだ冷えるからな、うん、豆を食べましょう。いろいろね、節分ってやっぱり、うん、なんだろう、豆まきをする家はもしかしたら少なくなってるかもしれないけど、行事としては結構まだいろんなところでやってるからね。うん、私もこの間栗から不動寺に修行に行った時に、2月のこの節分に向けて星供養っていうのを受付していて、自分の生まれ年数え年とかで、なんだろうな、2020年の上半期と下半期で運勢とかの、こう記号が決まってて、私はなんかこう何だったかな、丸にこう黒が半分塗られてるような感じで、後半、2020年の後半が役、ちょっと良くないことが起こるかもしれないっていうから、それを役払いみたいな感じで役が、ね、来ないように供養するっていう星供養っていうのがあって、それが下栗から不動寺で行われるようだから、栗から不動寺に、あ、栗から不動寺じゃないや、宝殿だ、宝殿でやるみたいだから行ってみるのもいいかもしれないですね。うん、毎年行けないんですけどね、去年も行けなかったし今年も行けなかったし、正月はいたけど、うん、まあまあまあ、明日は宝殿のところで豆まきをするらしい。うん、私もあの豆まき、宝殿のあそこの豆まきしてるところは、あそこいつも踊らせてもらってるところなんだけども、うん、どうなることやら、今年はどのぐらいの人が集まるのかな、楽しみだね。では本日はこれで終了でござる。うん、特に大丈夫だな、みんなこの場で聞いておきたいこととかはないな、大丈夫だな、よろしいか。うん。
髪の毛がついてかゆ。はい、お疲れ様でした。はい、見れてよかったですということで、ありがとうございます。予備校、予備校から帰ってきたら豆まきしてください。うん、鬼は外福は内って子供の頃はよくやったけどな。うん、お疲れ様でした。眉毛細い方が富岡さんっぽいんだね。よくわかった。うん、よくわかった。まあ、鬼滅のコスプレメイクはあと、ねずこちゃんをやってるので、鬼化したねずこちゃんをやってるので、よかったらそっちもご覧ください。去年かな。去年の、タイムシフトの、ログに残ってるから、よかったら見てみてください。うん。まだチャンネル登録とかもしてない人がいたら、よかったらしてってください。よろしくお願いします。なんか眠いな。うん。大丈夫かい？うん。あくびがばっかり出る。お疲れ様でした。落ちます。おやすみなさい。明日は平日だ。明日は平日だぞ。今日休みの人は多かったんじゃないか。髪の毛がなんでこうやって内側に入ってくるんだろうな。こうじゃん。こうじゃん。はい、ではおやすみなさい。もうちょっと私は自撮りを研究する、富岡実験をするよ。うん、ありがとうございました。ご覧いただきまして、途中から来た人とかもいらっしゃると思うんですけども、終了でござる。髪の毛がピョン。はい、おやすみなさい。ね、富岡実験やってみるわ。ツイッターにちょっと載せます。またクラップスの方にもまた載せます。よかったら見てください。もうサッとしてる。もさーもさー、バイバーイ。あっ、鬼滅殺。